商工修繕課の館長をしております松尾と申します。今から明治日本の産業革命遺産と鹿児島について少しお話をさせていただきます。明治日本の産業革命遺産なんですけども、北は岩手の方、そして飛んで静岡、さらに飛んで山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島というふうに点在するような近代化遺産が世界遺産になっているわけです。で、これらが世界遺産になっている理由なんですけども、19世紀にアジアやアフリカの国々の中で近代化工業化に成功したのは日本だけなんです。それが非常に高く評価されております。そしてその世界遺産の向けた動きなんですけども、実は日本人だけではなくて、多くの外国人研究者が世界遺産にすべきだということで動いていたというふうになります。鹿児島の近代化遺産、構成資産は、この私どもの資料館のあります旧修正館、それから飛んで関吉の取水口、そして寺山の隅釜が構成資産になっております。で、鹿児島の近代化遺産なんですけども、日本の近代化がいつどのように始まったかを物語るということで、明治日本の産業革命遺産の中でも特に大事なものというふうにされております。じゃあなぜ鹿児島なのかということなんですけども、実は日本の近代化は黒船が怖かったんです。今ご覧いただいているのはペリーが浦賀に来た時の様子、たった4隻のアメリカの軍艦が日本の歴史を変えるというふうになります。実はそのペリーの乗ってきた黒船なんですけども、私どもの資料館の商工修繕館の本館とほぼ同じ長さなんです。で、3800トンありました。そして420馬力の蒸気艦を搭載し、鉄の大砲も9門積んでおりました。それに対して日本の船なんですけども、将軍の御座船天智丸を例にしますと75トンしかないんです。で、しかも、帆で風を受けて進むか、老漕いで進むような状態。で、大砲も積んでません。武器は火縄銃、弓矢というような状態でした。ですから、束になっても叶わないというのを、まざまざと見せつけたので、たった4隻のアメリカの軍艦が日本の歴史を変えるというふうになります。そして、そのペリー艦隊なんですけども、太平洋を出して浦賀に来ているわけではないんですね。一旦大西洋を出して、ヨーロッパの方に行って、そこから大西洋を南下して、アフリカ大陸をぐるっと回り、東南アジアから北上して、日本にやってきている。16世紀のポルトガル人たちと似たようなコースで来てるんです。ですから16世紀に鉄砲伝来とかキリスト教伝来の部隊が南九州だったように、19世紀の外圧の薩摩藩に降りかかって、日本の他の地域よりも早く薩摩藩は激しい外圧にさらされます。ですからペリーが来て鎖国の眠りから目覚めたというのは日本の大部分では正しいんですけども、鹿児島の方はもうペリーが来た頃にはこのようなもう工場群ができていたわけなんです。日本で最初の工場群が鹿児島に誕生するというふうになります。で、反射炉の遺構とかがまだ残っておりまして、それが構成資産になっております。で、この第一期の修正館なんですけども、残念ながら1863年の薩英戦争、イギリス艦隊の攻撃を受けて燃えてしまいました。で、その後に再び工場群として再建されます。で、これが明治5年の写真なんですけども、私どもの資料館、機械工場として使われていたものですから、この写真の中にも入っております。なかなか江戸時代のものとして見てもらえずに我々困っているわけなんですけども。で、ただ、この再建された修正館も、実は西南戦争の時に戦場になってしまって、ほとんど工場自体は燃えてしまうわけなんです。ですから西南戦争で、鹿児島にあった工場群は壊滅的な被害を被って、戦争が終わった後に、その復興を政府が着手するんですけども、鹿児島には復興させないということで、東京とか大阪に代わりの工場を作って、焼け残った機械職人全部、鹿児島から大阪、東京に移しましたので、西南戦争を境に鹿児島はちょっと工業と遠藤地域になってしまいました。ただ鹿児島で培われた知識、経験、技術は、その後も日本各地に伝えられまして、明治日本の近代化工業化の礎となっている、まあ、鹿児島の人たちが活躍して、日本の近代化を作った工業化を成功させたということでもありますので、鹿児島の近代化遺産は日本の近代化遺産の中でも特に重要だということで高い評価を受けております。